とりみちゃんのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はね、この私のね机のところにあるこちらの白いボードがあるんですけど、このねなんかフックみたいな、フックとかこういうのをね買ってきたので、ここをねちょっと模様替え変えていきたいと思います。今ねこんな感じで白コロ、これ私が4年生ぐらいの時描いた白コロです。まだ貼ってるんです、やばくない？で白でしょ、コロでしょ、白コロでしょ、普通ですよね。ほんと白コロ愛で満たされておるボードなんですけど、今回ねなんかまたね置くものを変えようかなとか思って買ってきたので、できた商品を使ってね、ここを改造していきたいと思います。はいはい、じゃあ頑張ってください。頑張ります。でもまだ私飾るもの決めてないんで、そっか、じゃあとりあえずこのまま取りっぱなしにしときます。どうするかなって感じなんだけど、じゃあ頑張ってしーちゃん、ガチでここどうするかなって感じで考えながらやっとき、とりあえず開けるでしょ。それくらいやるでしょ。ちょっと取れない。ということで無事完成いたしました。私の机の前にあるボードどうでしょうか。結構変わったと思います。説明してください。じゃあまずこっちに、はい、こっち側にね黒板があったのがこっち側になりました、うんうん、ああ場所変えた。でね、またねなんか写真とか貼り付けようかなと思うんですけど、 あのメモは仮ってことで、仮です、仮にこんな感じに貼れるよみたいな仮を作りました。で横にこれまあホームセンターで買ったあの衣類なんとかミストみたいな、そう衣類ミストで、これね本当はねあの除菌、今の時代除菌とかにして手とか机とかどこでも除菌できるようにできたらいいなと思ってたんだけど、まだそれがないので仮として、うん、これも、はい、なるほど。で除菌とかが、うん、あまたね変えたらね変えたいと思います。はい、まあこの衣類ミストで、なるほど、そこにかけられるってことですね。いいよねこれ、かわいい。で続いてこちらはキーホルダーでございます。何のキャラですか。文豪ストレイドッグスっていう作品の、文豪ストレイドッグス、そうそうそう。難しい。で、ね、その中に出てくるね、はい、キヨカちゃんとダサイさんです。だそうです。で下が、はい、星のねライトですよ、はい、でもこれ私落として壊して、ちょっとつかないってやつね。もうでも電池がつか、入れれば、ここ、ね、切れればつくんだけど蓋がね、なるほど、つかなくなっちゃって、でも蓋なくても大丈夫じゃない。
そうなんですよ、まあ、地震の時に落ちちゃってさ、どっか行っちゃったんだよ電池。確かに地震があった時に、なので、はい、また今度ねつけたいと思います。はい。でね、隣はねもう緑と星型の、あら、いつものやつね、ダイソーで買ったやつ、ね、そう、いつものやつ、いつも机の上にあるやつ、いつも写真入れなきゃって言って終わるやつ、そう言って終わるやつ、絶対入れないやつ、いつこれ、ね、絶対次も入れてないですよ皆さん、これ何回言ってますかね動画で、写真入れなきゃ入れなきゃ入れなきゃ、もう5回目ぐらいじゃないですよね、まだ写真入れてないです私、はい、自分でも引くぐらいなんだけど、なんだ自分で引くのでもなんかまた入れたいなとは思うんだけど絶対入れませんよねこれね、もうね、何回言ってんのって感じ。お、またね写真入れて飾りたいと思います。はい今は仮の状態ですよ、仮の、はい、でね、緑と星でしょ、あと前にはあ缶バッジが、これは何ですか。これはね、僕もヒーローアカデミア作品の子たちでございます。はい、ヒロアカですね、ヒロアカですね、はい、あれガチャガチャでさ、本当はね、うん、もっと種類があってね、そうなんだ、飾れてない子が2人いて、飯田くんとあの雷くんがね、あの飾れてないんだけど、あのかっちゃんとお茶子がね出てくれなかったのよ、ガチャガチャで。だから本当は飾りたかったの、かっちゃんとお茶子。あ、そっか、かっちゃんとお茶子いないんだ。いないの家に。そっかそっか、ちょっと迷ったけど、とりあえず今のところはこれこうなったわけね、うん、まあ、今後変わるかもしれないよね、かっちゃんとお茶子飾りたかったしょうがないね、まあまあしょうがないでしょう、はい、ガチャガチャ出なかったんです、まあ、今は何、文豪とこのヒロアカが好きなんですか。いやもうあのフック見た瞬間に文豪が頭に入ったんですよ、うん、これ飾ろうって。あ、ちょうど2個あったからね、ちょうど2個あって、うんうんうん、もう2個はね、うん、今回使わなかったんですけど、なんか缶バッジってないんだよね、全然ないのねなんか揃ってれば1作品のに1個ぐらいしかないの、うん、マジで。なるほど。なんか種類でさ、こんな感じで種類で揃ってるのが、うん、ヒロアカと鬼滅ぐらいしかなくて、うん、なるほどね。本当は呪術廻戦とか飾りたかったの。呪術廻戦それでもないか、うん、うん、でもね、はい、まだまだですね。はい、ということでね白コロだったのに、うんうんうん、いつの間にか白コロがいなくなってしまいました。そこに白コロね、羽もね白コロになるんですね。あ、なるほどね。皆さんちょっと見えづらいけど、ここの黒枠のこの写真入れ、うん、これにまだ何も入ってないから、はい、ここにあのちょっと今引きますね、ここにあの白コロの写真を入れるということですね。え、でもあのあそこの仮のあるじゃん、うんうん、あれまたこれ貼ってもいいかなと思って。ああ、確かに前もこれ貼ってて、ね、そうそう、うんうん、いいかなと思ってるんだけど。はい、なるほど。だからね、うん、どっちかは必ず白コロになるので、はい、白コロなんです。そっか、はいはい、ということで以上ですね。はい、こんな感じでございます。はい、こんな感じで、なんかね、あのホームセンターにね、はい、行くと売ってるんだよね。そうなんですよ、久々にね、ホームセンター行ってね。はい、だからね、はい、はい、身代わりちゃんはね、うん、ティッシュの底にある身代わりちゃん、あー、はいはいはい、この前に、かわいいでしょ。ちょっと今アップにします。いや、ごめん、さっきアップにしてなんか遊んでた。根津神社で買ったやつね。そうなんですよ、かわいいじゃん。牛かわいいよね牛が可愛いんかいでもね、うん、私ね、あの十二支で、うん、羊じゃないわ、牛なんだけど、うん、今年だからね、年女、そうなの、年女なのね、うん、で先生にもね、うん、あの言ったら、今年年男年女の人みたいな言われて、うんうんうん、なんか人生にね、うん、たったのなんかな、たったの数回しかないよみたいな話をされて、うん、そうなんだって思って、記念する年ですね。そうです、だから今年はね、うん、ちょっといいことがありそうだなって思いますあるといいね、人生に何回しかないんです。何回だっけな、多分9回10回ぐらいって言ってた先生、確か。そっか、はい、ということで今年はね、いい年にしたいなと思います。はい、ということで以上、私の
机の前にあるボードの模様替えでした。はい。長私も言ってる時に思った。長って。それでは、バイバーイ。